オデッセイとノアボク比較してどうなのよ問題ということで、まあ、実際僕がどっち選ぶかっていうとまあでもこれも規定路線っちゃ規定路線だけどな、うん、まあサイズ最小回転半径燃費外装内装 a d a ナビとメーター快適装備の器というところで比較をしていきますサイズこんな感じですまあノアボクシーの方がね当然ミドルサイズになるということでコンパクトかつ軽いですはい で、オデッセイもでもだから2トン切るんですよね。だからその辺はね、オデッセイ優秀だなと思います。うん。まあ、あこ,この前ね、アルベル編出しましたけど、アルベルは2.3トンとか、ベルの Z プレミアのヘブの FF でありましたから、まあ、オデッセイのヘブの多分これ、アブソルートだと思うんで、多分ブラックエディションとかだとワンチャン2トンいくかもしれんけど、でも、でもね、そう、アルベルよりも軽いと。ワンチャンでも切るかもしれない。だからマンションの、 重量制限もね、割とクリアしやすいんじゃないかなと思います。じゃあ最小回転半径ね、どっちが小回りで引くのか。オデッセイが5.4メーター、ノアボク5.5メーターということで、なんとオデッセイの方が切れるというところは、これすごいですね。ただステップアゴンのいい、えあの、なんだっけ、<laughs> プレミアムライン以外は5.4なんですよ。ただ、ステップアゴンでプレミアムラインじゃないグレードを選ぶとなると、ALH がつかないとか、いろいろ不満があると。 まあ、運転支援、まあ、安全装備が若干いろいろつかないとかで、まあ、ちょっと簡素化されちゃってるなって感があって、あの、設定する必要なかったんじゃないのっていう装備感なんですが、こっちはね、でも5.4だと。だから、ステップアゴンのプレミアムラインも17インチでしたっけ開いてますけど、こっちの方が小回り効くんですね。なんか違いがあるんですかね。ホイールベースが短いとかなのかな。まあ、とにかくこっちの方が小回りが効くと。まあ、一方でのは僕はちょっと、やっぱ、 大回りになっちゃうとまあでも5.5だからね、ミドルサイズの17インチっていうかエアローボディー車とかでジョイグレードとかで低くしたら一番小回り利くんで、ノアボクはいいなと思いますけどね、改めて。じゃあ燃費、オデッセ19.8のボクシー23ということで、さすが THS2 と言わんばかりのね、もう、<laughs> さすがにノアボクになるとね、 逆転しましまたねアルベルの時はちょっと負けちゃったんすよアルファード・ベルファイア。個人的にね、僕大好きなんですけど。ですげえショックを受けたっていう記憶はあるんですけど、今回はね、まあ、しっかりノアボクシー勝ってくれたというところですね。まあ、僕は個人的にはボクシー派なんでね、ノアとボクシーだったら。ちなみに、うん。まあ当然これヘブの FF なんですけど、ヘブでも4区が選べるっていう点では、ノアボクシーはかなり優秀かなと。まあ、ただその代わりオットマンがつかないとか、 いろいろちょっと装備のねあれがあるんですけどとは言ってもミドルサイズ他のセレナもステップもよくないんでハイブリッドヘブでそれを考えればまだ優秀じゃないってところじゃあ外装の評価、まあ、これは実はなボクシーなんですよで本来は遠ーカルイマミキュだからボクシーが負けると思ったでしょリアウィンカーがマミキュだからでも迫力があったとオデッセイ500超えるのにちょっと迫力不足っていうのは否めないなと いうとこ思って、まあ、個人的には、ノアボク推しの私と、ボクシー推しの私という感じですね。うん、まあだからこの辺はね、やっぱり好みには分かれると思うけど、やっぱ所有満足度はボクシーの方が感じられるんじゃないかなと。本当だからアルファードぐらい感じれると思うよ。見た目の迫力で言ったら。まあ言うてもね、このデザインがね、よくあの、プレデターだだの、皮膚が剥がれたとか、散々揶揄されてましたけど、もうだいぶ見慣れたでしょ、みんな。街走ってる。 ノアボクシーのボクシー見てさ、それが嫌な人のノア選べばいいだけだしさ、別に。まあ僕はね、ボクシーの、もともとボクシーが好きなんで、まあだいぶネッツ寄りの思想を持っている人間なんですけど、まあノアボクシーは、個人的にはボクシーの方がやっぱ見た目はいいと。で、オデッセイよりもいいというところはやっぱ思いましたね。じゃあ内装、これはオデッセイだな。うん。理由は、ノアボクちょっとね、見た目が地味なんですよ。質感は普通にセレナより高いんですよ。 セレナの方が逆にハードプラの分量が多いとかカチカチでそうソフトパッド少ないとかって不満多数の時にね内装がカチカチみたいな質感が悪いみたいな言ったと思うんですけど逆に言うとボクシーは見栄えが悪いが故にセレナより質感悪く見えちゃってるとで実際はノアボクの方が質感高いんですけど触った時のね SZ まで上げればねそれソフトパッドが増えるから SG とかだったらカチカチだろうけどねってとこはあるとはいえでも のはボクシーの中はは意外と質感は高い、うん、だから見栄えが悪いのが本当に惜しい。だから最近のトヨタのあれですよね。あの要は無駄な配色をどうちゃらこうちゃらして運転に集中みたいなやつで、クラウンとかもそれで散々叩かれたじゃないですか。プリウスとかレクサス RZ とかも。その辺の質感演出を改善するためにね、やっぱいろいろ動かなきゃいけないんじゃないかなと。 まあそれをねやっぱクラウンクロスオーバーの今内装交換っていうのがあってまあ言うたらクラウンスポーツ相当に引き上げるとかあとまあアルベルとかも内装の質感上がりましたから見栄えが良くなったんでうんまあだから個人的にはちょっとトヨタその辺はね今後改善していくからいいかなと思うんですけどちょっとねってところまあただ内装の質感はやっぱシートの質感とかはやっぱ価格分の違いがどうしても出てきちゃってるなと。 価格考えたらノア僕もね質感的には悪くないと思いますけどねただ見栄えが悪いという点ではちょっとこれはね、まあ、提言の時にも言ったから,、ね、だからクラウンクロスオーバーの時も見栄えが悪いって言った気がするから最近のトヨタのデザインアイデンティティのなんかとか言ってたから、まあ、それはねあと NX の初期型の内装パネル交換とかもありますからね現行 NX のね、まあ、その辺もね今後 まあ、ノアボクシーの内装パネル交換とかもキントファクトリーね。あれ、キントじゃなくてもできるんでややこしいんですけど、キントファクトリーでね、できるといいかなと思います。エイダスはもうノアボクシー一択でしょうと。理由、はい。トラフィックジャムアシスト、アダプティブハイビーム、オデッセイには設定がないと。500万超える価格帯で設定がないっていうのはちょっとあれですよね。無敵感知はどうだったかな。あ、ちなみに無敵感知ワイパーはノアボクはないんですよ。ステップもないと。で、セレナはルキシオンを選べば無敵感知ワイパーがつくと。 いう点、ま、だルキシオンってだからちょっと高いんで、ただハイウェスター V とかではつかないから、まあ、結局それはノアボクとトントンだよという感じで、あとね、ノアボクにはやっぱアドバンスドドライブっていう時速40キロ未満の高速道路という渋滞時に限ってハンズオフができる機能セレナではね、最上級グレードのルキシオンのみですけど、ノアボクだと中間グレードでもね、つけれると。まあ、ただルキシオンの2.0は全車速でハンズオフができるというメリットある。ただ回避が取られるというデメリットもある。日産コネクトの無料期間がしかもないという。 クソ仕様になってるんですけど2.0の制御はいいから逆に2万円の価値はあるとは思う、まあ、ただ1ヶ月ぐらいは無料で使わせてくれって話なんだけどね <laughs> あ,あとスマホ駐車がノアボクには設定されてるとか、ね、巻き込みの緊急ブレーキパーキングサポートブレーキもやっぱノアボクの方がってことであとはプロアクティブドライビングアシストっていうのが付いててるただ初期型なのでレクサス RX とかアルファードベルファイアに比べたら装備全然ですけどまあ 言うたらね NX とか LXBG4X にもつかなかったアドバンスドドライブがノアボクについてるっていうのは一つ意味としてはかなり今回このノアボクシーにかける情熱トヨタさんは本気だったんだなって思いますよねだって今まではプリウスで最新の,のハイブリッド積んでたのがノアボクからスタートになってますから新世代のがどれだけトヨタさん本気で作ったかというところですよねまあ大体まあプラットフォーム自体は確か一緒なんですよねノアボクもプリウスもカローラもだから 今回だからノアボクシーがどれだけ本気でトヨタが取り組んだかっていうのは、まあ、これを見ればわかると思うしあと a ダスのねアップグレードみたいなのが今後出るかもしれないまあキントファクトリーで追加ってパターンもあればあのネットで普通に注文してあのオンラインアップデートでできるっていうのも今後あるかもしれないで今はまだないんですよノアボクはであるのはクラウンクロスオーバーのプロアクティブドライビングアシストをレクサス RX 相当に引き上げるってやつとかシエ,シエンタの PDA に あの、交差点右折時の減速支援を追加するとかいう、なんかトヨタだからね、いやー、昔のずる賢くて販売のうまいトヨタから、良心的で販売のうまいトヨタに成長したなっていうのは個人的に思いましたね。だこういう姿勢を、ホンダとかマツダには見習っていただきたいなという、この商売上手さよ。ホンダもね、グレード、いちいちそのボディ別でねその装備を分けるんじゃなくて、 どのグレードでも上位グレード、どのボディタイプでも上位グレードを選べばね、必然的にね、あの、上位装備がつけれるっていう風にしていただかないと、うん、まあ、ちょっと今後のホンダはかなり危ういんじゃないかなと思います。商売ベタなんですよ、ホンダは。まぁ、あ、松田もそうですけど、で、スバルと日産は逆に抱き合わせがすぎる。うん。だからもうちょっとその、細かくある程度分けてほしいっていうのはちょっと、 セレナね逆に抱き合わせがすぎる説はあるよな、うん。っていうので、まあちょっとこの辺は、やっぱノアボクシーいいなと思いました。じゃあナビとメーター、これはな、ギリノアボク。うん。まあほぼトントン、なぜならメーターはね、どっちも同じような感じなんですよね。まあ、だから、で、オデッセイやっぱ GPS がちょっと不安だと。要は高速道路ね、一般道取り違える問題ね。 まあ首都高の湾岸線走ってんのに横の国道走ってる認識になっちゃってこの先首都高乗ってくださいとかディズニー行くのに高速降りたのにもかかわらず火災でね首都高認識になっちゃってこの先浦安で高速降りてくださいみたいなの出たりとかするっていうあの仕様はやめていただきたいあと福岡の都市高速走っててあの天皇に3号線認識になってこの先太宰府インターで高速道路乗ってくださいとかもう都市高速乗ってるわアホみたいな <laughs>。 いうちょっと不,不満がありますよねあと首都高の4号新宿線を走ってんのに20号線認識になっちゃってこの先 A 服で首都高乗ってくださいみたいないうそういうねクソナビなんですよね GPS それに比べたらあのジャンクションとかの割り込み表示で予想到着時間を隠すあのクソ仕様とか高速のパネルの予想付く時間も出るようになったしあのオーディオの選択画面でバツ印が遠い上にショートカットが消えちゃうクソナビねまあこれもバツ印で映ってきましたけど 違う、違う、そうじゃないと言いたくなるようなあれで、ここのショートカットが消えるのが問題なんだよっていうね、あのツッコミどころ満載のね、最新の T コネクト、おポンチナビゲーションシステムの方がまだマシだったと。あの、<laughs> ディアゴスティーニ方式のエネルギーフローもね、あ,のありますけど、あの、床板が追加されてあの、次はね、ボンネットが追加されて、なんか迷子を迷子をね、なんかパーツが追加されてね、たいつノアボクシーがどん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 出ていく、出て、で,で,できるっていうあの、楽しめる仕様になってるんですけど、それがないとかね。 まだねそボンネットっていうのが来ないんですよねディアゴスティーニ2024年号はどうやら角度変更だけだったみたい <laughs> LBX とレクサス r z のみそれがあるということで、まあ、今後ノアーボクにも OTA でね採用してほしいあと個人的にはノアボクシーのメーターをキントファクトリーにあれだからさっきも言ったエ d a スとかをアップグレードしてくれるってやつでそのあと内装のパーツとかをアップグレードするってやつ あるんですけどそれをメータータ追加してほしていこれ、キントって書いてあるけど、普通に買った車ね、ディーラーで普通にザンクレとかで買った車でもできるって、あれややこしいから、キントファクトリーやめてほしいんですけどレ、キントファクトリー、トヨタアップグレードプログラムとか、レクサスアップグレードプログラムとか、GR アップグレードプログラムってあって、まあ、言うたらさっきも言った通り、レクサス NX の内装パネルを改良型モデルにするとか、クラウンクロスオーバーの内装を クラウンスポーツ相当に引き上げるとかっていうのがあるんですけど、それのメーター追加してほしい。レクサスとノアボクシーのメーターね。そう。ノアボクのメーターも視認性悪いし、レクサス NX とか RX とか LX は、もうあの、カローラ以下のメーターと化しちゃったんで、それを救済するっていうのをキントファクトリーで追加していただけると嬉しいなと思います。じゃあ、快適装備。これはやっぱおデステになるな。理由はやっぱパワーシートついてたりとか、 ビップシート仕様があるとか、リアテレビがでかいとかっていうのはあると。でちなみに、ノアボクの方がいい点としてはヘッドアップディスプレイがついてると。これ、ホンダは遅れてます。日産は500万を超える車両じゃないとつかないんで、セレナでもルキシオンを選ばないとつかない。だから、だからルキシオンをそのヘッドアップのために選ばなきゃいけないっていうわけになっちゃうと。まあ、それはちょっとひどいよねっていうので、まあ、ノアボクだったら SZ、まあ、SZ も最上位グレードとは言っても、まあ、言うたらね、ステップのプレミアムラインとか、セレナのハイウェスタ V と同じような 価格のグレードなので、このヘッドアップディスプレイが SZ とか Z で付くのはかなり意味があるんじゃないかと。ガソリン車でも付けれると。あとデジタルインナーミラー。まあ、これはセレナもありますけど、ノアボクにもアルベルにも付いてると。あとノアボク、まあ、セレナ、アルベルも含めですけど、コンセント付いてるんですよで。セレナは確か E パワーにオプション設定。ノアボクはガソリン車だと 100W。で はい、ヘブだと1500ワットまでのコンセントなんで、まあノアボクのハイブリッド買えば飯炊けるし、鉄板でなんか焼きそばも作れるしみたいな。非常時にね、やっぱや役に立つという点ではやっぱノアボク推しの私という感じ。まあでもただ価格的にはやっぱどうしてもオデッセイの方がね、快適装備で勝るのは当然なので、まあそういう意味ではノアボク結構頑張ってますよね。リアテレビも別に小さいし、なんかサプライヤーが倒産したとかで13.3インに 格下げされちゃいまししたけど EL だしね、まあ、この辺はかなり優秀だなと思いますじゃあ納期多分これは本中国発注とかになると45ヶ月かかる在庫でいいのを選ばないといけないまあノアボクだったら1年ぐらいで来るんじゃないっていう感じですねじゃあどっち買ったらいいのさと結局お前はどっちをしないんだと言われるとやっぱりノアボクかなと 多分ミドルサイズで3台そのセレナノアボクステップってある中でも個人的にはノアボクも最もボクシーを選ぶかなという感じなぜかっていうとヘッドアップディスプレイが言うたら500万以下で手に入るというところだからセレナだと520万30万してそのヘッドアップディスプレイのためだけに要は100万まあ実質的には50万ぐらいか50万高いグレードを選ばなきゃいけないとかその辺があるからまあノアボク推しっていうミドルサイズではノアボク推しになっちゃうと。 あと、A ダスが2周遅れになってるとか、まあ、ノアボクでは一方でハンズオフができると、しかもレボーグより安くなっちゃったと。レボーグが値上がっちゃって、まあ、ちょっと今関係ない車出てきてますけど、そうレボーグが今値上がったじゃないですか。D 型になって1.8リッターのグレードでも500万超えると。ちょっとそれは踏みとどまっちゃうよねっていう中で、ノアボクだったらヘブで、 買っても500万以下で買えるっていう点ではかなり優秀。で、しかも4区でもハンズオフがつけれると。セレナーだと要は良、e、いパワーだけなので2区しかないんですよ <laughs> で。その辺もノアボクの方がいいなって思うと思う。4区を求める人にはハンズオフ。4区をも、ハンズオフと4区両方求めるならノアボクになっちゃうと。あと、オデッサやっぱ社内の狭さが気になるかなっていうのとか、所有満足度がちょっとボクシーの方がやっぱ高いと。見た目的にね。うん。あとやっぱ A ダスが強すぎると。まあさっきのハンズオフはじめ、 スマホ駐車とかプロアクティブドライビングアシストとかあとリセールもノアボク間違いないよというとこ最後やっぱコンセントでご飯炊けるっていうのがやっぱねまあご飯炊く以外にも別に電子レンジでなんかチンするでもなんか何でもいいわけですよパソコンだって充電できるでしょコンセントあればやっぱその辺はねノアボクシーガソリンさえあれば非常時にねそのお湯沸かせるとかその辺はまあハイブリッド限定ですけどガソリン車だと 100W なんでね これは、改めてノアボクシーをしたいですね、ということで。今回はノアボク、オデッセイだったらやっぱりノアボクシーの方がいいと。なんならミドルクラスミニマンでも個人的にはノアボクが一番好きだよという動画でございましたということで、ご視聴ありがとうございました。